V 型2気筒の NC25E 型エンジンを搭載するホンダ VRX ロードスター。V 型2気筒とは、レシプロエンジンなどのシリンダー配列形式の一つ。V 型エンジンのうちシリンダー数が2つのものを指す。V 型2気筒エンジンでは、2つのシリンダーが V 字型に開かれて配置される。小型から大型までの多数のオートバイに採用されるほか、オート三輪や、 小型自動車、汎用エンジンとしても用いられる。搭載方法については、進行方向に対して、クランクシャフトを直角に置く横置きが用いられる場合が多い。比較的少ないものの、進行方向に対して、クランクシャフトを平行に置く、縦置きを用いるメーカーもあり、ホンダの GL シリーズや CX シリーズのほか元グッズなどで採用されている。故障については、 V ツインと呼ばれることもある。また、前方のシリンダーをほぼ水平にしてマウントした90度 V 型エンジンの場合、車体側面から見て L 字型に見えることから L ツインとも呼ばれ、ルカティで採用されている同様の形式はこの故障で呼ばれる場合が多い。その他、縦置き V 型エンジンの場合、車体前方から見て Y 字型に見えることから Y 型エンジンとも呼ばれ、 元グッチで採用されている同様の形式は、この故障で呼ばれる場合が多い V 型二気筒エンジンは2つのシリンダーで構成されるが、このシリンダーをバンクと呼び、バンク同士の挟み角をバンク角と呼ぶ。同じ排気量の V 型二気筒エンジンであっても、バンク角が異なれば、出力特性や振動特性は大きく異なる。振動バランスが良いのは、 クランクピンを共有する90度 V 型二気筒エンジンである。この形式は理論上一時振動を例にすることができる。一方、これより小さいバンク角もしばしば用いられる。バンク角を小さくすることでエンジンをコンパクトにすることができる。90度よりも小さいバンク角を採用した場合、振動は大きくなるが、ホンダのように52度ながらクランクピンを共有せずウェブを介して、 クランクピンに位相をつけた位相クランクで振動を小さくしている例もある。以下の一覧に挙げられた車種は、ほとんどの車種において4ストローク方式を採用するが、2ストローク方式を採用する車種の場合は、似て突起。以下の一覧に挙げられた車種はいずれも4、ストローク方式を採用する。AB ヤマハ発動機株式会社バイク用語辞典、V 型二気筒ヤマハ発動機株式会社バイク。 用語辞典、ツインヤマハ発動機株式会社バイク用語辞典、L ツイン。ありがとうございます。